ある女性の話ですこの女性が夜壁の方を向いて横向きになって寝てた途端金縛りになって目が覚めた体は全く動かないでも意識ははっきりしていて目線を動かすことができる後ろからボソ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 喋ってる声がする男女3人の声がするんです

そっち側を向きたくても体は全く動かない3人はボソ,ボソ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 何かをずーっと同時に喋り続ける誰なんだ何なんだずーっとクシュ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 しゃってた彼らがふっと話すのをやめた 直後3人で声を合わせて「あなたはどう思う?」バッとその瞬間悲しみありがとうた振り返ったんですがそこにはいつもの部屋があっただけだったそうです「えー、あなたは?」という話です